本日はえっ、ー、と古神道の本質についてお伝えしたいと思っております。え特に包み込むという考え方についてです。でまず自己紹介させていただきます。えっとまあ、よくあの私自己紹介いたしますとご職業何ですかと聞かれます。であの名称渡ししてもだいたい無言でシーンと。であのひどい方がそのまま後ろにスーッと下がって行かれます。<laughs> あどっか行かれましたねって話です。 であのそれであの、まあ、名称を見ていただきますと、まあ、古道、古神道大名道といった形で書かれてはいるんですけど言葉として読めますがやっぱ意味がわからないとそれで私、言、あの神主ですとあるいは祭司ですとお伝えすると皆さん、ああ、あの言葉じゃないですよね、一言いただきます <laughs>、はい。この瞬間がとてもちょっと面白い。まあまい、あ、私は自己紹介の趣味,趣味といいますか。 はい楽しんでおりますはいでこの世界に入りましたのはもうはや30年を超えておりましてでもともとちょっとたどりますとまあ身近に神道陰陽道あと古武道というものがあったというのがまずきっかけです。で最初はちっちゃい頃からやっておりますのでまあ,あの覚えるだけですよね。まあ意味がわからないままどん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 覚えていくんですけどまあ最初は楽しいということもあって。 まあずっっと、まあ、夢中にやっておりましたでただ学校に入る頃にですねちょっとどうも周りと違うということに気づき始めます <laughs> あれどう何でこれが通じないのとかあるいはこうした方がいいんじゃないのって言うと「いやそれは」と例えば刀、まあ、刀って普段家にあるとも思いませんが <laughs> はいあのまず剣道の竹刀の持ち方と刀の持ち方は全く違いますですから あの剣道でこう持つ刀と同じ持ち方をするとみな皆さんからそれは違うと言われますね。ですからそういったちょっと細かいところはだんだん摩擦になっていきまして大体いい、まあ、時間が経つにつれて少数派ですかなり <laughs>、はい、ですからあのちょっと周りからいろいろとあるのでだんだん疲れてきましてそれでこの道をちょっと捨ててしまうという結果に至りました。それであの決定的になったのは あのまあ、会,あの会社就職ですよね就職することでこの道を完全に捨ててしまいましたで就職したのが IT 産業ですです開発という仕事にしておりましてで、まあ、そこの世界はあの勝つか負けるかあの出世するかどうかという世界でしたのでどん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 とこう出世を目指していきますそうするとあ,の、まあ普段から気力体力こう培っておりましたからパワーで勝てるんですよ それでやってるうちにもうこのままいったらもう確実にトップだなと思っているときにあの過労で体を壊しまして全く動けなくなりましたその時に初めてこの道に戻るきっかけになりましたで当初当然先ほどお伝えした通り誰も知りませんからなぜ自分の体力がこんなに高かったんだろう気力も高かったんだろうあとまあ能力ですよね 日々計算してましたから大体のことをこうちょっと考えればわかるといいますかいろいろ裏技がありますそういったところを使っておりましたのでそういったのが何でだろうというところに疑問を持ち始めましてまずまあ当然周りに聞けませんから一つ一つちょっと思い返しては何をしたかということをずっとあの検証していきましたそうすると一つ結論が出ましてこれはどうもそもそも古神道という 日本に古来からあるものがそういった本質を持っていたということに気づいた瞬間なんです。で気づいてからあの分かったことはもともと古神道というと古い時間まあ歴史を持ってますのでまあ当然古いから趣味的にやっているものだと思うんですがあの古いものこそ新しいというのは実は古神道だったんです。でそうするとあなるほどと。 でその瞬間から私はもう小神道と一緒にこう生きている感覚になりましてまあ今に至っておりますで。でこの孤神道で一つお伝えしたいことがまず先ほどお伝えした包み込むという考え方ですで。でこの包み込むをお伝えする前にちょっとあのご質問をいたします。まず一言あ言包み込むという一言で皆さんどういう印象をお持ちでしょうか大体こう愛情があるとか。 こう本当に温かいって感覚があると思うんですよね。で次のちょっとご質問いたします。過ちを包み込むっていう感覚はどうでしょうあの妥協したっていう感覚もあれば許したって感覚が出てくると思うんですよ。何か先ほどの温かさが少し減って何か違うものが見えてきてる。では次にあのライバルとかの宿敵宿敵を包み込むというと皆さんかなり昔の話を思い返しながら。 多分誰かかのの顔ををみみんなな思思いいいい出しながら包み込むっててうのを考えているかと思いますつまり先ほどの「包み込む」という一つの単語であれば皆さん同じ意味は持っているんですがあの言葉にあの文章にした時にそれぞれ記憶あるいは感情というものが意味を変えていますですから実はあの言葉を間違えているていうよく指摘するとかそういったシーン見,あの見受けられますが実は意味が 違うってことはないんですよ。それぞれに意味が持っているってことです。まずここをご認識いただきたいというのが一つです。で、次に、あの。まあ、言霊というお話をさせていただきますと、日本語というのは、まあ五十音。ありますと。で、他の、当然、言霊と言いますと、他の呪文、あの、他の西洋とか、あるいは他の文化にも当然あるんですが。 50音一つ一つに意味があるっていう言語は実は日本語しかないんですね。ですから先ほどの「包み込む」も「つ」と「つ」と「む」これだけで3つの意味があるっていう解釈をします。ですからつ先ほどの「包む」を合わせると少なくとも4つの意味を「意一で感じ取っているということです。こういったところをまずご理解いただければすごくあの日本語っていうものはよく分かってくるかと思います。えー そううしますとい、ね、いろいろとこうじゃ意味が違うで先ほど、当然、少し形もこう今回お伝えするためにあの少し簡単にお伝えしているところもあります。そういった話裏話をしますとじゃ何が一体全体正しいんだとか間違えてるんだとかいう話になってくるんですけどあのここでちょっとお伝えしたいことはあのまず、あの個人との本質的な考え方があるはないないはあるといいます。 すごい究極的な矛盾なんですけど実はこの矛盾をどう解釈するかが文化の特徴とその成熟だと私は感じていますつまりあの陰を白黒つけたがる文化もあればまあそれはそれでありかなと思う文化もあると思うんですねそういったところの解釈がどうなっているかっていうところですそれともう一つはあの白黒つけないっていうのもすごく大事だと思ってます ああえてそそののまま受け取るとといううここでですすれれれはそれぞれのありようです皆さんのありようをまず受け取ってからどうするかひょっとすると解釈できない理解できないというのは当然でしてそもそもそのまま受け取ってみてはいかがでしょうかとまずは何もしない相手がどう感じているかつまりあなたが間違えているあなたが性悪、まあ、性者ですねあるいはどう解釈私が解釈するかは関係なく まずその方のありようをそのまんま受け止めていただきたいなと思っています。で当然あのなんですか、ね、これは結構あの白黒としている、あるいは妥協するって考える方もいらっしゃいますよ。それは少し置いておいてください。まずはその方が何を言ったのか、これは文化にも当てはまります、あるいはその価値観、社会的なもの、何でも構いませんが、まずは受け止めてしまうっていうのも一つの答えかと思っています。で当然 受け止あのだっ体あの頭の中で無意識にこれは正しいか間違えているかあの勝手に頭動き始めますからそれを止めないといけませんのでかなりうっと大体う,うっとこうもがくと思いますですけどその先にやはり楽しみっていうのはまたありますし相手を理解するっていうところでまた面白い感覚が芽生えてくるかと思ってます。ですからまずは何も えっと、解釈しない、白黒つてない、そういったところをまずあの踏み込んでいただいて、むしろそれを楽しい感情として受け止めていただければと思っております。ありがとうございました <laughs> <laughs>